部長、弓倉さんの場合はただの貧血だったんです。彼女がお医者さんからもらった診断書、私見せてもらいましたから、間違いありません。友達です。最近はあまり都合が合わなくて一緒に帰ったりとかしてませんが。先生たちの判断が理性的だっただけです。言論の弾圧だの何だのというほどのことじゃありません。私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。そもそも事件性があるかどうかだって今の時点では疑わしいのよ。仮に事件性を認めるとしても、私たちが面白半分で扱うレベルの問題じゃないでしょ。ちゃんと調査するって具体的にはどうするのよ。お医者さんに話を聞きに行くわけ？教えてくれるわけないじゃない。医師には守秘義務があることくらい知ってるでしょ。じゃあ、例えば事件の目撃者がいたとしましょう。その人がどう証言してくれると思う？目の前で倒れましたという言葉以外にどんな情報を提供してくれるのかしらってことよ。とにかく私、そんなことには興味持てないの。部長と二人で調べたら？だって、2-A の星原さんっていう固有名詞まで出てきているのよ。そんなこと新聞に書けるわけないじゃない。
を助長させるだけでしょ。そんなことしたら。喧嘩になんかなってないわ。じゃあ私、撮影しに行ってくるから。
ですか。私はそうは思いません。神岡さんはそんなことを話すために私に会いに来たの。では何？本当に大切なのはそんなことではありません。思い出させてあげましょうか。